皆さんの世代の方々が求めてるのってリアルなんだと思うんですよね。メディアだけでは多分情報発信ツールとしてもう足りなくなる。みんなで会社を大きくできたらいいな、そんな思いを込めて強くした一日。おはようございます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前の方お伺いしてもよろしいですか。株式会社アドイーグルの代表しております大場と申します。よろしくお願いします。本日はここが会社なんですね。はい。じゃあ、こちらが当社になっております。はい。おはようございます。おはようございます。今日のスケジュールとかってお伺いしてもよろしいですか。はい。今日はですね、10時から第4クォーターの自社のキックオフがあるので、9時過ぎぐらいにここを出て秋葉原のキックオフ会場に向かう予定です。はい。基本出社の時間は変わらずこの時間に。大体8時から8時半ぐらいはいですね。どういったことをキックオフっていうのは、3ヶ月に1回、はい、社内のですね、例えば表彰とかですね、はい、あとその3ヶ月間の、もちろんこう営業会社なんで目標とか、こんな形で事業やっていくよとかですね、まあ、未来に向けた話と、あの目の前のところの話と、まあ、そんなのを大体2時間弱ぐらいで、各セクションの責任者とかがコンテンツ持ったりとかしながら発表したりっていう、そんな場になってます。ここからは歩きで向かわれるんですか。はい、大体10分弱ぐらい、会社の、はい、近くなので。改めてちょっと自己紹介というか、はい、株式会社アドイーグルホールディングスの大場と申します。はい。事業の本質は広告代理店になります。今40期目を迎える会社になりまして。すごい。はい、あの創業者があの3年ほど前まで創業から事業をやっていて、私はあの3年前にバトンを受け取って、あの2代目という形で今の会社のグループ運営をさせていただいております。過去のその経歴というか、どういった形で今の会社にっていうのは。高校を卒業して18歳で、高校の時にアルバイトしていた株式会社ロッテリア。ロッテリア。はい、はい、大学受験失敗してですね。あ、そうなんだ。はい。でちょっともう勉強するのが嫌になって、そのまま就職をさせてもらって約5年ですね、ロッテリアで働いて、23歳の時にアドイグルに転職をさせていただいて、今約19年になります。普段から結構こうやって歩いたりとか結構したりもするんですか。あ、そうですね、あの出社は今あの車通勤にしてるんですけど、はい、日中はあの極力歩いてですね、1日だいたい1万歩は、あの1万歩ですか。はい、歩くように最低でも、はい、ノルマにしてます。やっぱ運動っていう健康面っていう感じなんですかね。そうですね、どちらかというとやっぱりこうスポーツも含めて体を動かすことが好きなので、うん、ちょっとでも空き時間あればこう歩いたりとかアポイントも歩いたりとか、うん、ちょっと運動足りなかったらあの帰りも電車にしてあの一駅歩いたりとか、あえて。あ、そうです、はい、車は会社に置いて帰って歩いたりっていうこともあります。皆さんの世代の方々が求めてるのって、はい、多分リアルなんだと思うんですよね。我々広告代理店って、はい、どちらかというと企業様が出したい情報の取捨選択をして、なんか世に活字ベースで提供してきたと思うんですけど、はいはいはい、去年一昨年とか入社してくれる新卒の子たちにいろいろ聞くと、はい、そのうちのインスタとかやっぱりこの動画とか、普段どういう形でみんなが働いてるとか、うん、人となりとかリアルなものが見れた時に、あ、この会社いいなとか、うん、ここで一緒に働きたいなみたいなことを結構最終面接とかでも言ってくれたりとかしてるので、そういうものがこう非常に求められているという時代の変化なんだろうなって思いますし、まあそれはよくお客様にもお伝えをして、さっきちょっと広告代理店っていう言い方をさせていただいたんですけど、もともと求人広告媒体がほぼリクルートの求人広告のみ取り扱うっていうことでずっと40年近くやってきたんですけど、メディアを通じて HR の課題を解決するっていうことの目的が大きく変わることはないんですけど、うん、メディアだけでは多分情報発信ツールとしてもう足りなくなる。それはそれでもちろんあっていいんですけど、あくまでこう入り口でもっとあの深掘った情報が欲しいっていうのが皆さんの本質的なあの部分だと思うので、そういうところを今あの会社としては付加価値として調剤とかウェブツールを増やしながらちょうどやっていこうという形で取り組んでる最中ですね。なるほど。そうですね、最近の若い人たち YouTube とか TikTok、はい、TikTok インスタグラム、はい、使ってる人が多いんで、今そういうところに力を入れてるって感じなんですかね。そうですね、去年ぐらいから少しずつそういうのを取り組み始めて、まあ、まさしく今日もあの今回ご紹介いただいたエンリッチ MR ホールディングスの森社長と打ち合わせさせていただいたりです、はい、
とか、午後にもあの採用用の、はい、口コミを同じくやっぱり去年から自社の取り組みと、あとはそれを今のクライアント様に届けるという中で代理店させていただいてるんで、この打ち合わせもさせていただく予定なんです。後で、はい、今2代目っていう形なんですかね、はい、あ、そうです。設営の関係とかは全くないんですけど、プロパーで中途入社をして営業マンで入って、そこからずっと営業をやらせていただいて、3年前に会社を引き継がせていただいたっていうような形になってます。おはよう。第2回投票結果、提案提出ランキング、総合結果、無所別ランキング。優秀賞、新宿エリアサービス売上目標7600万の目標に対して、達成率 116.3%、岡村真奈様です。あ、真奈さんです。ありがとうございます。新宿育成ともに今後さらなる活躍を期待しております。とはいえ、たまには気を抜いてくださいね。最後に大事なメンバーからメッセージです。世界一、いや宇宙一のボスです。おめでとう。改めてありがとうございます。まさかいただけると思ってなかったので、すごく嬉しいです。症状に書いてあったあのメンバーからの言葉も含めて、いろいろ思い出してちょっと泣きそうになったんですけど、強みを持ったメンバーがあのいると思いますので、頑張っていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。改めて本当に2024年ですね、いよいよあのインディードプラスの配信含めて始まっていくかと思います。いろいろですね、あの途中過程スタッフの方からも含めですね、声あったかと思います。あのやらないとわからないこと、変化いろいろあると思いますが、みんなで乗り越えていきたい、プラスにしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。人が注力できる会社作りをするという1年をより一層、取り組んでいく必要があるかなと思います。改めてではありますが、今期の締めの4クォーターですね、全社で何とか達成をしていきたいと思いますので、3ヶ月間またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。以上です。新宿エリアサービスの中村真奈です。表彰していただきました。あとメンバーからのコメントももらってめちゃめちゃ嬉しいです。また頑張ります。ありがとうございます。お疲れ様でした。どうでした、なんか感想とか。そうですね、まあ、あの1月なんで、年始めなんで、うん、気は引き締まるのと、ちょっとあの最後にもお伝えしたように、我々もちょっと事業モデル大きく変わる中なので、新たな取り組みをどんどん加速させて、まあ、みんなで会社を大きくできたらいいな、うん、そんな思いを改めて強くした一日。社員さんのなんか盛り上がりも良かったです。すごくありがとうございます。次はどういった予定が。さっきのですね、キックオフでもご紹介した口コミの事業を実は今始めていて、この口コミ事業を始めるきっかけをあのご紹介をしていただいた山越えの藤田社長と、はい、あのランチをして、そのまま打ち合わせになります。わかりました。いつもお昼とか朝ごはんとかもう食べてから。そうですね、昼はなんか移動中アポの合間に撮ってたりとか。お疲れ様です。はい、合間合間ですね。そうですね、結構もう移動も多くて、営業現場一緒にやっぱり行くこと多いんで、午後の打ち合わせもそうなんですけど、やっぱ長いお客様も結構多くいるので、はいはい、それもあって打ち合わせは一緒にしてたりとか。なるほど。あんまりこうマネージメントをしようっていう感覚って持ってなくて、会社の職責役割として自分が例えば代表であるとかマネージャーがいたりっていうことは当然あるんですけど、マネージメントみたいなことを考えたときに強制力を持って何かするっていうことが非常に多かったんで、あんまりそれちょっとどうなのかなと思ってて、なんか一緒にやるこうあの仲間とか集団っていうのを作っていけたらいいなっていうふうには思ってます。すいません、ありがとうございます。ちょっと一回、はい、ゆっくりしていただいてから。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介の方お願いします。藤田亮と申します。今株式会社山越えという会社を自分でやっておりまして、地方の雇用課題解決を事業として行ってまして、採用コンサルとか事業コンサルみたいな形でお手伝いしております。ありがとうございます。長らく出会い関係性というかお聞きしても、もともとは株式会社リクルートという会社で採用の領域で仕事してたんですけども、大野さんはリクルートの
販売代理店のご責任者でいらっしゃった関係で、私はその販売代理店を支援するような立場で、長らく関わらせていただいたので、そんな関係です。8年前ぐらいからですね。2017年の4月。へぇ、すごい。もしかして、よく覚えてらっしゃいます。覚えてらっしゃいますね、ちゃんと。なんかその時の第一印象みたいなのとかってなんか覚えてる。スーパー営業マンスーパー営業第一印象でスーパー営業もないでしょ。いや、それは、いろいろ代理店さんがいらっしゃるんですけど、はい、まあ、その中でもトップ営業マン、うちのトップの営業マンとしてこう有名は有名だったんですけど、はい、そういう、ちょっと仕事できるのは嬉しいなと思いつつ、こっちも負けるわけない最初はなんかね、あんまり動けなかったうまくいかなかったわけない。うちの役員がちょっと傍若無人でして、当時僕分かんないこと言ってたんですね、当然初見なんで、いやいや、おじさんちょっと勘弁してくださいよみたいなと目は笑ってなかったっていうちゃんと調整してくださったのがおばさんだけど、私はまだちょっと結構肩ぐるぐる回してたいい関係性ですね、すごくもう本当になんかお客様のためにっていうのは変わらない。お客様のために意味あることやりましょうよみたいな、いい意味での議論はあります。議論は散々ディスカでも本当酸いも甘いも熱いです。熱い、湿度が高い、これってどんなリスクがあるの、どんなメリットがあるのみたいな話が結構先に立つじゃないですか、うん、新しいご提案をした時に、まあ、マッサージはやりましょうよみたいな、ちゃんと関係性のある人だったらあなたを信じてやるからみたいなスタンスなんで、人思いの方なんだろうなっていうのはすごく当時は感じました。僕も今日初めてお会いしたんですけど、会社の中で社員さんとかにちょっと声かけたりとか。しらす丼です。あ、すいません。戻りました。おかえりなさい。パンさん、おめでとうございます。マラ様、おめでとうございます。あ、食べてる最中にすいません。いや、じゃあこれからはどういった内容のことが行われるんですかね。あとちょっとキックオフでもご紹介させていただいた、はい、Google の、 あの口コミサービス MEO の、ツール導入をさせていただいたメーカーの GMO さんと、打ち合わせを、させていただく予定です。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、それでは、はい、佐々木さん、ちょっと軽い自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、GMO テックの佐々木と申します。よろしくお願いいたします。GMO テックではですね、MEO を軸といたしまして、パートナー推進の現場の責任者を行っております。 GMO テック布村と申します。今GMO テックで、営業部長をさせていただいております。よろしくお願いいたします。ぜひいいお取り組みが、できればなというところで今日お打ち合わせをさせていただく予定になってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。先週末時点でまたさらにちょっと社数自体が増えてて、はい、一旦今6社受注自体がですねいただいているという状態になってきてまして、会議の内容的な どうでした。午前中にちょっと広報してたその口コミ事業の方の具体がおぼろげだったものがより明確になって、はい、ワクワクじゃないですけど、どうやって大きくしていくかを少しこう楽しみにもなってきましたし、はい、改めてまたこっちの方も力入れてやっていこうっていう決意は新たになりました。次はですね、プロダクトオブタイム様という飲食のお客様の新しい集客サービスの方のウェブの打ち合わせをさせていただく予定です。わかりました。 CSV で手動データを取り込むですね、まあ、おっしゃっていただいたように1日1回事業に対する大場社長のちょっと思いだったりをお聞かせいただけたら嬉しいです。採用ってやれることって本当にいっぱいあって奥も深くって、昔はリクルートのメディアだけ売れていればですね有頂天になるような、まあ俺って仕事いけるなみたいな勘違いしてた時期も多分ただあったんだろうな今振り返ると感じるんですけど、やっぱり世の中の変化に合わせて、まあこういった動画もそうですし、まあ SNS 口コミ、まあありとあらゆる手段がいろいろとこうツールとして出てきて、やっぱりこう楽しさがどんどん年々深まっていくというか、劣化していくんじゃなく進化していくことができる事業領域だなというふうに思ってて、まずこの会社をやっぱり受け継いで、今期が40期なので50期に向けてアドイーグルという会社の事業の領域をやっぱり広げたい、求人広告メディアのみから本当の意味での広告代理店に脱皮進化をしていきたいということと、社員の子たち若い子多いので少しでもこの仕事とか事業とかっていうものを楽しいって感じてもらえるようなシーンに多く立ち会えたらいいなと思いますし、一緒に動きながら少しずつでもできることを増やして社員の子たちが楽しいって思えたらいいなっていうふうに考えています。今日も一日見てて、はい、社員さんに声をかけてたりとか、なんかそういう面が見えてあ、愛されてるんだなって僕すごく感じて、はい、いました。あと働いている上でなんか気をつけていることとかあったら教えていただけたら嬉しいです。そうですね、このサービスはどんなお客様にどんな価値をお返しできるのかっていうことを、まあ、常に考えながら仕事をさせてもらってますかね。
プライベートのことちょっとお聞きしたいんですけど、普段なんか休みの日とか、はい、どういうことなさってるんですか？大きくは多分3つで、一番やってるのは競馬やってます。あ、競馬なんですね、はい、コロナきっかけにネットの契約して買えるようにして、社内のメンバーとグループラインがつながってて、はい、競馬のですね、競馬のグループラインみたいな。土日とかはどうでしょう、メインレースの時間なんで3時から4時ぐらいはそのグループラインで俺の予想はこうだとか、いいですね、今週これ買いますとかっていうのを、あの入社 2,3 年目ぐらいの子たちと一緒になってやってたり、それはもうほぼ毎週やってますね。あ、いいですね。その収支をアプリに入れて、みんな今どういう状態かっていうのを可視化するっていう、まあ、もう完全に本当プライベートです。あとは本当ゴルフは、当時その創業者から、まあ、そろそろゴルフやっぱりそういうの言われるんですね、社長さんって、はい、30ぐらいの時に言われて、でゴルフクラブいただいて、でやりだして、でそこからゴルフ始めたんですってお取引先の皆さんとかにお伝えしたら、ちょっと一緒に行こうみたいな。あ、やっぱりそういう、はい、お誘いとかもあったりするんですね。そうですね。月2ぐらいとか。結構行かれる。はい、ゴルフですかね。あとはうちに元いた社員の子たちとか、うん、メーカーの方たちとかと、たまに食事がてら麻雀したりとか。あ、すごい。そうなんですね。どうですね。競馬にゴルフに麻雀ってなんかロック。確かに。ちょっとびっくりしました。社長さんみんな、いや、全然大丈夫、全然。大丈夫かな。そうですね。旅行は好きなんで、年数回旅行は、まあ、家族と行くこともあれば、経営者の方々とゴルフ兼旅行みたいなので行ったりとかはありますか？そういう交流も。あ、そうですね。なんかずっと僕気になってたんですけど、はい、今日朝からずっと無糖を飲まれてて、これ飲むって決めてるみたいなのがあるんですか？前提はちょっとやっぱり太っちゃってるんですけど、もうこれ以上どうにかと思ってコーラをまずやめて、とにかく味のついているドリンクまずやめようと思って最初は普通にお水とか飲んでたんですけど、はい、なんかちょっとやっぱ味気なくてやっぱ物足りなく。そうなんです。無糖紅茶出始めて、はい、いくつかのメーカーのやつ飲んだんですけど、なんか他も試してみたりとか、いいんですけど、やっぱゴゴティー無糖が一番うまくて、結果基本これになってます。1日どうでしょう、 4,5 本飲むんじゃないですかね。ですよね。さっきも飲み終わってて、はい、また新しいのが出てきたんで、あれ何個かストックあるのかなとか思いながら、すぐにコンビニに買いに行くんですけどそうですね、今日3本目なんで、いや、すごい、4本飲んでますね。そうなんですね。じゃちょっとお名前と、はい、その自己紹介と、その、はい、在籍してるところとかちょっとお願いしてもいいですか？石井千秋です。もともと営業部のマネージャーとして活躍させていただいて、はい、営業として個人のプレイヤーでもありつつ、うん、各組織が大体3つ4つあったんですけど、うん、そういった組織を、まとめて各メンバーの、面倒を見たりとか営業先に同行したりとかする、うん、一緒にやって自分の数字もやってみたいなお仕事をずっとしてました。はい、で去年の、10月から産休に入りまして、うん、1月時点では育休中。はい、ちょっと大場社長の最初の印象とか、長く働かれてて思うとことかちょっとあったら聞きたいなっていうの。はい、社長はですね、はい、会った時から一切変わってはいないんですけれども、当時は社長ではなくて、営業の部長みたいな形で活躍されてたんですけど、はい、誰よりも売ってる人でした。へえ。どんな営業マンよりも一番売れるし、お客さんに一番支持されてるのが今の社長でした。社長になられてからも、うん、お客さんがこう何求めてるのかっていうのをすごく大事にして、うん、社長としてもどんな風にしていくべきなのかっていうのを結構こう考えて、ずっと今のままでいいって考えは一切ない社長っていうか、新しいことをこうどんどん取り入れてくれるような、うん、ところは社長の印象強いですね。そうです。あと誰よりも元気そうですね、僕もすごくそれは感じて、お酒を飲んだらもっとコントロールがガソリンと思って、いや、そうなんですね。そうですね、そんな社長です。 ありがとうございますお疲れ様でした。お疲れ様です。次は何をされますかね？次はまさしくこの SNS 動画のですね、2号新卒の採用動画の打ち合わせを、エンリッチ MR ホールディングスの森社長とコンテンツの打ち合わせを。あ、森社長が来られるんですね、はい、ちょっとドキドキですね。ちょっと緊張してます社長室なんですけど、お名前と、あと大場社長との関係をちょっとお伺いしてもよろしいですか？はい、NHMR ホールディングスの森と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大場社長とはですね、結構お付き合い長くてですね、
お付き合いしてる会社で言うと、はい、もう3社にわたって、事業会社の現在の数で言うと、7社、8社にわたって、すごい。もらってるんですけども、クライアントからの採用について、うん、こう、問題解決とか預かることがあるんですが、うん、まあ、その時に相談をして、お客様へのサービスの大元を作ってくれるのが大場社長かもしれないです。はい。求人する企業さんの、まあ、最近のまあ、トレンドだったりとか、うん、求人倍率のエリア業種による変化ですとか、うん、働く方の市場についてですね、うん、そういったことをいつも、情報交換するんですが、うん、必ず、一枚渡り全部私よりも知ってるんですそうなんですね。すごい勉強させてもらってます。まあ、キレッキレの社長。そうなんですね。なのと、ゴルフがめちゃめちゃうまいですね。あ、一緒に結構行かれたりもすることも。あ、もらってますけど、もう全然叶わないです。そうなんですね、はい。ちょっと誕生日プレゼントをいただく機会があって、結構ちゃんといいやつですね。体重計もらって、毎日乗るんですけど、はい、あ、で、それで、あ、やばい、ちょっと太ってきたとか。気をつけなきゃみたいな。やった方がいいですよね。いや、絶対やった方がいいですね。やっぱこう、ちょっと緩むとすぐやっぱり、はい、そうなんですよね。ネジとかも多いし。はい。世代をちゃんとこう、つないでいく必要があるよねっていうところから、やっと3、4年経って、毎年新卒の子が、うん、そこからまだまだ出現率低いっちゃ低いんですけど、でもフリーランスの企業やりましょう。ありがとうございます。やりましょう。ぜひ。ちょっと前例のないことなんで、いろいろちょっと不安もあるんで、いろいろと。あ、ぜひぜひ。ここにこそ未来のいろんなものが埋まってるんで。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。リアルだなってちょっと思った。見た目のインパクトとか、なんかその面白さもそうだけど、うん、でそもそも目的採用で、その子たちが知りたい情報って、自分が中長期的にそこで働いたらどうなるかで、ここの人が動画に映るときに、なんなら子供連れてきてるって、それ許されるんだっていう。まあまあまあ、確かに。だから本当、ベビーの椅子とかあったら安心です。遊ぶやつとか、なんかさ、ベビーキッズ系の何かが置いてあった方が、暇を持って余さないじゃないですか。うん、一緒に座っててもいいですね、隣に。いや、でも、本当に顔しまくりますトロフィーとか、こんなこと。危ない危ない。なんか、そういうのとかご用意、もしあれば。うん、持っていくの大変なんで。ちょ、これって、なんか、チャットに言われる送ってくれたら。あれ、実現。すげえブランド持つからやめてよ。一回のためにこれみたいな。じゃあ今日はありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。では今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。自己紹介して。あ、荒井亮です。あ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。終始ですよ、今後。ちょっとお話したんで、実はこんなのやってるんです。マイナスに入っちゃった。あ、嘘。今月クソプラスになったのにマイナスになってて。アプリがあるんですか。あ、そうです、なんだっけ、マイベッツマイっていうアプリを3人で共有して、はい、毎週土日にやった結果をここにアップすると数値が届くんですよ、みんなの。今俺マイナス800。え、だから割とトントン。全然マイナス9100になったの。これさらにここからあるんでしょ。昨日何でしたっけ。あった。昨日は AJCC と東海ステークス。すごい。マジか。安心ですよ、肉がさらに俺よりマイナスという。すごい。まだ最終章終わってない。まあ、でも今日の朝見たら、2人ともマイナスだったよ。ちょっと救われた。なんだよ。みんなでプラスにしようよ。よくこれじゃあもうプラマイゼロで終われば今月はいいなぐらい。いや、もう来週勝負して。こんな愉快な仲間たちとね。すいません。なんとなく伝わると思うんですよ。はい、伝わりました、すごく。楽しい週末過ごして提供してくれる。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今から最後どこに向かわれますか。今日はですね、中村真奈さんを中心にですね、はい、うちの会社でなんかお肉食べるって言ったらというか、はい、焼肉行きたいって言われること多いんですよ。昔から焼肉行くならここって創業者の頃から行ってる焼肉屋さんがあって、このお店予約してるんで、馴染みがあるところが、はい、結構美味しいんで、みんな喜んでくれるんで、この焼肉屋さんにお祝いで。じゃあそこに分かりました。
あ、じゃあ、皆さん、決めいただいて。はい、皆さん、決まってる人から言っててください。苦手なものは特に。いや、ヤングクレーンぐらいです。ヤングクレーン。すみません。食べるでしょ、一番嫌いに。逆に好きなのお肉で。ハラミ、なんと気が合う。改めてですが、3クォーターは新宿全員達成、改めておめでとうございます。ありがとうございます。社内表彰もさすがマナさんです。表彰状にもサマーと書かないように読ませるさすがです。ブランディングができてきた、はい、今日動画も一日ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。もう最後の締めは楽しい回で終わりたいと思います、はい、じゃ あの4クも頑張りましょう、はい、改めて3クはお疲れ様でした。乾杯乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様で、おめでとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、どうぞ。幸せです。幸せです。よかったです。素晴らしいコメントいただきました。ありがとうございます。今日ありがとうございます。出ていただいて。あとあの優秀賞もらって本当にみんなのおかげだなと思っております。本当にありがとうございます。選挙区も頑張りましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。撮影のご協力もありがとうございました。ありがとうございました。今日は密着お疲れ様でした。ありがとうございました。本当朝早くから。いえいえ、こちらこそ。どうでした、ちょっと感想を。そうですね、あの本当お話をいただいた時は、はい、まあ、想像ももちろんあの初めてなんでつかなかったですし、うん、まあ、朝もちょっとドキドキしながら大丈夫かなって思ってたんですけど、はい、あでも本当撮影の皆さんだったり、まあ、メンバーの子たちも含めですけど、あの本当素に近い姿が撮れたりとか、はい、まあ、僕も改めて SNS とか動画の力入れて頑張っていこうっていうきっかけだったり、はい、なんか自分の中の思考とか整理が頭の棚卸しできたので非常に あのありがたいいい機会だったなと思いました。こちらこそ本当にありがとうございました、はい、ご協力。今後の会社としての目標とかあったら、はい、このあと10年ですよね、はい、をやって50期迎えるときに、まあ、今の会社の事業の規模を倍にしているっていうのが僕は引き続き、はい、目標にしてたので、なんとか10年で、まあ、売り上げももちろんそうですし、はい、働いてくれる社員の数とかっていうところもそうですし、まあ、当然それが会社として世の中に必要とされて、結果報酬とか対価がきちんとみんなに還元できる状態、はい、これをまあ売り上げを上げながら10年しっかりやっていきたいなって改めて気持ちを強くしました。最後にちょっと視聴者の方にメッセージというか、はいはい、いただけたらなと思います、まあ、やっぱりこうやらないよりやった方がいいと思いますし、まあ、それこそ若い方だと若いうちしかできない失敗とかもあると思うんで、このチャンネルの中で経営者の方とか出られてると思うんで、はい、ぜひいろんなとこ行ってほしいなと思いますし、ぜひご縁があって例えば弊社の話を聞いてみたいとかいう方いたらぜひぜひお越しください。一緒にみんなで頑張りたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。